夕食は基本的には自炊をしている。冷蔵庫には味噌や豆腐など日本食が常備されている。やっぱり料理好きなんですよね。なんかね、作るの好きなんで。合宿は嫌いなんですけど作るの好きじゃあ楽しみはやっぱり帰ってきて何食べようかなって。あ、そうです、そうです。何作ろうかなっていうのが楽しいんです、そして今日の晩ご飯はそうめんに決まった。そうめん食べます？そうめんだって山ほどある。私たちの分も作ってくれるという。いらっしゃいませ。しましょうか。でも国内の試合の時でもじゃあ環境があれば料理したい。あ、そうですね。でも日本のツアーではちょっと面倒くさいかなそこの違いは、なんですかね。やっぱ海外だとお母さんはついてこないです、はいはい、なんか自分でやらなきゃって思うんですけど、いるとなんか面倒くさくなっちゃうんで、そこはなんかやってほしい。まあ、そっか。でもメジャーの時なんかも作ってるから、はい、みんなからね、うん、みんなは大変じゃないのって言ったりすると思いますけど、はい、それが息抜きになるんですね。そうですね。そういうことです。手慣れた動きで夕食を作っていく。5回目の合宿ともなるとアメリカの生活にもすっかり慣れた様子だ一人の時はどんな料理をしているのだろうか。なんかテレビとかで見て、あ、これやりたい、はいはい、で作ったりとか、とかなんか自分でなんかこう何食べたいっていうのが思い浮かばない時とかは、はい、なんかクックパッドとかでなんか今日何食べようって調べてこれ食べたいと思ったらそれ作ったりとか。そうめん、つけ汁、ざるに入らんかこれ。結構あるね。うん、ある。分けてやっとけ。分けて。こっちに大きいの。これだったらあるんだけど。それ自分目が。毎年毎年本当に勝つチャンスはたくさんあるので、やっぱりチャンスがないと勝つことができないので、そこはすごくいいことだと思うので、あと一つでも勝利数を上げられるようにと思ってます。今年は絶対3勝したいなと思うので、もう一度賞金女王を取りたいなっていう気持ちももちろんあるんですけど、まずは3勝目標にして頑張りたいなと思います。2年連続の賞金女王への期待、そして重圧、挑戦の2018年、一体どんなゴルフを見せてくれるのだろうか。たくさんの方に応援していきいただけたらすごく嬉しいですし、やっぱり力にもなってくるので、一人でも二人でもいいのでやっぱり応援していただけるとありがたいので、たくさん応援していただいて私も力に変えて優勝できたらなと思います。応援よろしくお願いします。